燃料油清浄剤とは、ガソリンや軽油、潤滑油に添加され、エンジン内の機械や燃料噴射装置、吸気弁など吸気系統へのデポジットの付着防止、または除去する作用のある添加剤である。燃料油清浄剤は、機能面から機械、インジェクター清浄剤と、デポジットコントロール添加剤とに分けられるが、前者は、デポジットや有害排出ガスの増加等の理由により、 日本をはじめとする先進国ではほとんど使用されていない。正常剤の名称からエンジン部品をきれいにすると誤解されることもあるが、実際の機能は燃焼複製物や酸化劣化物を燃料油中に分散させ、エンジンの性質低下を防ぐことを目的としている。DC 添加剤には正常性能だけでなく、適度な粘性と、 燃焼室内で速やかに燃焼し、残差を生じないことが求められる。1954年、アメリカのスタンダードオイローブカリフォルニアが、機械器のスロットルプレートへのガム状態積物防止のために、オレイン酸とアミンのアミド化合物からなる、海面活性剤を添加したことから始まる。後に、リン酸アミルエステル塩などが開発されたが、リン酸アミルエステルシは1974年に、 EPA による無塩ガソリンのリン岸有料規制のため使用されなくなった。1968年にポリーソブテニルコハク酸イミドが1970年にポリブテナミンが正常剤として開発された。PBA は耐熱性が良好なため添加剤自体が燃焼室内のデポジットとなるという問題が生じていた。この問題を解決すべく、 1980年にポリエーテルアミンが市場に登場した。PBA についてもキャリアオイルを高油から合成油に変更する改良が進められた。現在では主に PBA、P、ポリーソブテニルコ珀酸イミド及びアルキルフェノールアミンの4種類が使われている。潤滑油に添加され発進、停止を頻繁に繰り返す市街地での運転や 長時間のアイドリングなど低温運転時のスラッジの抑制に適している。スルホネートなどの金属系正常分散剤と、琥珀酸イミドなどの部配系正常分散剤とがある。ありがとうございます。